はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭すっぱちゃは大歓迎、来るものは拒まず、パーカッションのワークショップをお届けいたします。高文がお送りします。よろしくお願いします。でまずは比べでございますと、これはルンバ比べというやつでこうなります。でこれってどうやって乗るんですかって思いません？初見で聞いたら。どう思います？どうやって乗ります？これ答え出ました？皆さんどうやって乗ります？この音が鳴ったらこれで踊れますよ、逆に。なので、まずね、入りやすい入り口としてこういう風に感じるといいよっていうのがあるのでお伝えしたいんだけども、この比べの下フィールっていうのがありまして、フィールどうなってるかというと 1EAR、2EAR、3EAR、4EAR とこうなってますと。はい。で膝でも机でも構いませんので、今ちょっとこれみんなで叩いてみませんか。 1EAR、2EAR、3EAR、4EAR、 1234、223、4、3、2、3、4、4、タタンタタンタタンっていう感じで、ちょっと膝でも机でも叩いてみてください。タンタントントン。基本的なフィールはこういうフィールです。つまり各ビートの頭拍、いわゆるビートは当然感じるわけですね。でこれプラス、1個前からちょっと食うような感じでダタン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 、はい、これが肝です、コツです。これが、まあ、ほぼ全てと言ってもいい。あ、それちょっと過言だけども、ルンバおよびですね、アフロキューバンの音楽の中には絶対このフィーリングっていうのは内在してます。はい。まあ言ってしまえばこれがその、あの黒人さんが言うハートビートっていうやつだし、どのブラックミュージックにも必ずこの要素が何パーセントか含まれているわけなんだけれども、あ、フィールっていうのはですね、あの僕が勝手に呼んでます。あの、つまりどういうふうに乗ればいいのか、どういうふうに捉えたらいいのか、シャッフルで言うと、例えばねいきなりシャッフルかって話なんだけど、3連のフィールみたいなのあるじゃないですか、16ビートのフィールとか8ビートのフィールとか、そういうニュアンスで使ってます。はい。特にその楽器の名前とか、あのパターンの名前とかではない、フィーリングっていうこと、こういう乗り方をする。はい。で今この、はい、ちょっとねすいません難しくなりますよ、ついてきてください。 1EAR、 2EAR、 3EAR、 4EAR で、グリッド4つで取ってんね。 1234、223、4、3、2、3、4、4、2、3、4って取ってんだけど、この感覚はずれます。はい。どうずれるかっていうと、この感覚がきれいにチキ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 ってこう4つで感じ取れることもあるし、3連っぽくなる、要はタン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 みたいな場合もある。はい。それがこの音楽を面白くしてるところでもあるし、初見だとちょっと捉えられないっていうか、できない理由でもあると思うんだね。わかりやすいところでは16ビートとも捉えられるんだけど、ちょっとそれではね説明できない要素が出てきます。まあそれがつまりそのまあ鉛って言われるようなもんですね。これってどっちか分かんなくないですか。
素があるっていう話。はい。で、これ初見だと、うげ、なんじゃそりゃってなりませんか？あ、それ普通普通っていう方はね、多分もうね慣れてる方っていうか、いや知ってるでしょあなたっていう話なんですよ。要はそのどれぐらいの3連が入るかっていうことなんだけども、あえて分析的に言うと、その黒人さんが関わっている音楽とか作り出したリズムっていうのは3連のフィーリングが入ってまして、それがもう3だか4だかもう分かんねえよってなっちゃうと、もう完全にうねってる状態っていうか、なまってる状態っていうか、ポリリズム状態になってるっていう感じです。はい。ですが最初の導入としてはこれでいいと思います。つまり 1234-1234 の1と4 1234-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 
タタン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 、ポン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 っていうよりかはドスンドスンドスン、こういう感じね。はい、なので今膝とかね、机とか叩いてる方はこれをベタッとね、手をベタッとつける感じでやってみよう。もう一回いきますね。せーの、タタンタタン、ベタッベタッ。やっぱりこのキューバミュージックにおいてもこのオンの感じっていうのはあるんですよ。着地するダダン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 、これはこう地を這う感じというか、要はこういううんうんってこう粘っこいっていうかね、地に足がついてる感じでございます。はい。